どうもスマッシュアル TV でーす。お願いします。はい、じゃあ黒さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は黒さんに来ていただいたということで、まあ黒さんといえば理論派スマブラ黒が、そうですね、以前ピットを使っていたということでね。はい、はい、まあピットに関しては日本で一番、まあ詳しいって言っても詳しいって言っても過言ではないと自負しております。もう変えてるのに一番詳しいっていうのは、まあ、今使ってないですけど、まあ相当調べていただいたら、まあ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 、ということで今回は、はい、その黒さんにピット、はい、およびブラピもか、ちょっとあ、まあそうそうですね、違いとかも込み込みで、はい、解説していただきたいなと思います。はい、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。というわけで、撮るもの画面に映ってると思うんですけれども、はい、まずピットってキャラは、まあ黒さんから見てどういうファイターですか？まあ、どんなキャラかって言われると難しくて、まあある意味特徴がないけど、やっぱスタンダードなキャラクターというのが一番合うかなと思ってて、はいはい、まあ使いやすい技が一通り揃ってて、まあでその代表的な例とするとやっぱこの出し攻撃、はいはい、リーチ長くてこれ見た目よりすごい、うん、やっぱ最後まで進むんで、すごいリーチも長くて伸びがいいですね。相手の後突きを狩れるっていうのがまず最初に強い点 でなおかつあとはまあ武器を持ってるキャラなんで、この空中リュートルだったり、はいはいはい、空中前でこのリーチが長い技をたくさん持ってる、で空中後ろもすごい長いんで、こんなやっぱどれもね、結構全体グルムは、ね、まあ後突きも短めの技だったり発生が早い技だったり、そうですね、割とその初心者にも使いやすい技が揃ってるっていうのがあって、その例えばクラウドの空中前とかだと発生遅くて使いづらいとかあると思うんですけど、大振りですね、素直に技が出る。なるほど。技が多いな。空下だったら下に出て、空上だったら前に出てみたいな。なるほど。でもあとはスマッシュ攻撃が強くて、まあ、まさにスマブラのキャラクター、はいはいはい、スマブラスタンダードキャラクターっていう、ダメージ耐えてスマッシュで撃墜しようねっていう、ね、ダッシュ攻撃は走ったら差し込めて空中前は空中で前、空中で前が出る空中後ろは空中後ろ、ダッシュ攻撃は前に早く出る、でスマッシュ攻撃下スマッシュは下に出て、上スマッシュは上に出て、横スマッシュは横に出て、でちゃんとスマッシュ攻撃は飛ぶし、その空中攻撃は空中攻撃に当たるしっていう、素直なキャラクター。なるほどなるほど。実際立ち回り使うのはダッシュ攻撃と、あと空中ニュートラル、空中ニュートラル、やっぱメインとしてはやっぱ相手の攻撃をすかしたり、その避けた後にこの優秀なステップで避けた後に DA をするだとか、うん、ステップの優秀さもね、そうやっぱり大事で、うん、このキャラを横軸の強さってのはやっぱ結構強いキャラクターで、うん、こうやってステップで避けていつでも出し攻撃が出せる、いつでも DA だったりとか、まあ、それで相手に近づかれちゃった時もこの空中ニュートラルがすごい優秀で、そのこれがねめちゃめちゃ早いですよね。まあ、発生も速くて広くて、その前行ったり後ろ行ったりができるんで、はいはいはい、結構自由でもローリスクにで空中にいたらから、まあ、こう上スマッシュがつながったりするんで、彼も、はいはい、空中にいたらすごい高かったりする。で、まあ、他にもやっぱり下スマッシュが結構優秀で、まあ、相手の前回避とかにも刺さったりするんで、はいはいはい、なんか全然この両対応になったりしますね。こうやって刺さったりするんで、近距離の技もちゃんとうん、速くて両側かれて、まあ、後隙までそんなに大きいってわけでもない、その大き、まあ、ないことはないけど、そんなにリスクがある技ってありますね、スマッシュの割にはね。全然さっきね、クーエルからの上スマッシュを紹介してくれましたけど、他には火力の取り方というか、コンボなんかは、まあ、まず分かりやすいのはやっぱ投げからのコンボで、うん、まあ、0% の下投げ上スマッシュがつながって、これすごい簡単なんで、まずやってほしいなっていうのと、はいはい、結構パーセントがその 45% とかやっても下投げ空中後ろだったり、はいはい、まあ、これね、空中型は基本的にやっぱ前でも上でもあるけど、上、後ろが一番展開もいい、まあ、展開がいいけど、まあ、もうちょっと難しいことを言うなら、こうやって下投げクーエルのクーエル、もうちょっと45とかで、ね、ちょっと難しいことするけど、これ結構難しい、その、はい、これそ、ね、結構別件とか難しいんで、今俺が空車食らう時結構無意識に入ってたね、繋がるパーセント結構あるんで、なるほど。で、浮かした後は結構ピットって書いたわね、強くて、で、まあ着地が出ればやっぱこのウィスマッシュがすごい強く、安定も強いに飛ぶし、これでも勝つんだっけ、あ、隙間だったからね、全然勝てる、あ、全然勝てるし、なんかその斜め上に強いです、こういう場所も当たるんで、そういう意味では対空としてはすごい、これ発生も速くて吹っ飛ぶし、安定も強くて武器だし、ね、優秀な技、外出してもね、今回のピット寿司はかなり相当強くて、これもう弓矢でもう絶対当たっちゃうじゃんみたいな、できれないみたいな、もうジャンプ強ったらもうこれでも終わりみたいな、最高だっていう、すごい強い、吹き寿司は相当強くて、まず弓矢で制限する、今回の回避1回しか使えないシステムとね、そう相当噛み合ってて、はい、なんかそのジャンプ読みで置いたりするのが結構強くて、その前投げの後に最速でジャンプされるんだったら、なんかすぐ潰して、技を潰して、ルート制限もいいし、読み切って置いちゃうの強い、でその復帰阻止に置いても結構いい技が揃ってて、まあ、メテオの空下だったり、そのすぐ近くで発生配備出せる空中ニュートラルだったり、これ確か絶対前に飛ばす、そう絶対前に、これ後ろにいてこうやって当てても前に飛ぶから相当強くて、で特にても空中まで結構奥までもその復帰距離が長いから、こういうところまで奥まで行って、パターンジャンプだし、パターンジャンプで帰ってくる、それの復帰距離も長いし、うん、で復帰阻止はすごい強いキャラクター、なるほどなるほど。撃墜卓はやっぱりわかりますか？ピットのもう一つの長所として、その立ち回りで振る技と撃墜で
あの使う技っていうのがあんまり変わらないっていうのがあって、はい、すごいパーセントが高くなって特別なことをする必要はなくて、これぐらいいっちゃったらもう出し攻撃でも撃墜を狙えるぐらいのパワーを持ってるし、そのさっき言ったそのパーセント試してるんだけど下スマッシュで撃墜だった。ああ、なるほど。もちろん上スマッシュでも撃墜できるし、さっき言ったその空中後ろだったりとか、あんな特別なことしなくても空中前とかでもすごい撃墜力があって、まあ極の一体は何でも撃墜できますよ、うん、投げもね、投げ前投げも撃墜できるので、だから相手をその崖端に追い込んだ時とかもうこれ DA 振りますよみたいな、うん、したらもうガウスしかない前投げみたいな、すごい撃墜に関してはすごいやりやすいキャラクター、はいはいはい、はい、難しいことしなくていいキャラクターかなっていう感じは、うん、なるほど。そういうそのパーセント目で優柔状況を作ってどれか読んでっていうのがもうまさしくスマブラ、スマブラ、うん、これそれがピットっていうキャラクターなんです。実際にね対戦してみてどういう感じかなっていうのは見せてもらえるかな、まあ、やりましょう。じゃあ対戦画面いきましょう。はい、じゃあ実際に対戦で、ヒットの強さを見せていきたいと思います。僕のロイトね、剣士キャラ同士の対決ね、イケメンの美少年、確かに女性ファンウルボリまあね、ヒットといえば火力はね、一回の火力はそんなに高くないから火力差で安定したい、押し付けていきたい。あ、やっぱクール逃げられたな、なかなかリスク的なの難しい。もう全然悪いじゃん、あぶねえ、ワンチャンね、死んでたぞ。あーマジやね、ターン削るね、ターン削るね、あぶねえ、祈った、あばりが強い、にわかだった今お、やっぱ安定して帰れる。そうだね、距離自体はね、いや、マジかやつやつる、一側に行かれてあぶねえ、やっぱ弓矢で上からを制限してる、うん、絶対下の弓矢よ、お、強い、お、来た、これはね、動画のプレッシャーで勝つっていう、こっから対応していくキャラクター、俺上手い、上手いなちょっと微動返しちゃうとね、いや無理や、ね、完璧やん、なんてシステムはちょっとまさに詰め込むこういうように会話を見出す、なんか一種のしっかりやると答えてくれるキャラクターってのはやっぱいいね、楽しい、努力で自分だけ最初ね苦労するけどね、こういうキャラそう最初のやつはできないからさ、まあ、派手なことがあんまりないから、うん、今の暴れにも勝つからね、そう暴れ、あれ判定本当に強い、やばいやばい、これまずい、これまずい、あーパパ、あーミスってる滑ってたのに、プレイヤーがやっぱちゃんとやらないと答えてくれないいやちょっとよくばった、ほらちゃんとしてくれ、何答えなんだよあ、ごめんなさい、ごめんなさい、これね、やりがちなんだよ、無理だ、あ、危ない空中しよう、激シリーズになってすごい強い、それほど横スマは今回かなりだよね、かなり強い、おい、もう、うん、たまたまやねちゃんと時間を取れる、このキャラクターは、マジで、あー、眠っちゃう、眠っちゃう、そんなんだまだだね、あとやっぱり戦いだったら使いやすさとしていい着地ができる、ダメだ、通行長さが、わー嬉しい嬉しい、あ無理だよ、着地無理じゃない、着地は本当にその着地が強い、本当に無理だ、あまだ入る、あるか、そうね、ああいう風に距離取って技を置くっていう着地するじゃないの、足が速いわけじゃないですか、結構距離取るな、そうさ、真上からだったらさ、わざわざそうですね、いけないからさ、マスマスから真下さえ取れればっていうキャラ、そうだね、もう何度もこのお互いの有利状況を繰り返してまさに、スカフラこまめにこう取っていく感じでいいね、楽器を取り合うちょっ
ょっとそろそろやっていいか、俺のか暴れていかればいい。あー嘘、え、そんなこと嘘、最強や。ちゃんと相手攻撃をジャンプで今のさ、そうだね、差し返しのスマブラの基本が基本、プラスうん。いやさ、ステップステップでさ、やってるからさ、確かに通るかなと思ったんだけど、引きジャンプが引きジャンプがちゃんとね、前でみんな最後に使ってたね。あーなるほど。なんかね、やってるとね、いけそうな気もするんだけどさ、やっぱプレイヤースキル差があるとさ、絶対もう、ダメそうだね。あとやっぱり選択肢が結構それなりにあるキャラだから、最初からずっと有利で勝てるみたいなことあんまなくて、ちゃんと1ストック目で相手がこういうことが多かったなみたいなのを把握しないと、ああ、そうだね。勝ちきれないこと。どれが有効かっていうのをちゃんと切り替えていかないと、はいはい。それ言うとやっぱゲーム慣れしてる人が使うのが一番。一番いい。だけどそういう意味で、そのいろんな、その相手の何を気にしなきゃいけないっていうのを考えなきゃいけないっていう意味で、こうスマブラっていうゲームが成長を感じやすいし、成長できるキャラだ。うん、じゃあちょっとキーコンを、キーコン、まあ、ほとんどデフォルトなんですけど、うん、まあ、てかまあほぼ最初の画面はデフォルトです、うん、キーコンの縛りもほとんどないのかな。でも、まあ、一応スマッシュが、そうシステムはまあスマッシュ攻撃が強攻撃よりすごい使いやすいんで、やっぱシステムはスマッシュの方が、ね、強攻撃一個も紹介しなかったからね。まあ、確か一回も使ってないからまあ結構限定的な、その、ね、使わないってことじゃないけど、まあ、ちょっと使いやすい、ね、スマッシュ攻撃が使いやすいし、ひたすら上さんお子さんの出番が多いから安定感的にもシステムスマッシュの方がいいから、でその他の設定はまあ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 、はじきジャンプオフ、はじきリブって言うんだけど、まあね、システムスマッシュだったらはじきリブ、出にくいが、まあ、出にくいが、強攻撃出しやすい、安定ということで、まあまあ、全然、スタンダードなキーコンで使えるってのも、ピットのキャラの象徴としたとこかなと。で、もう一個だけちょっと話を聞きたいのが、はい、ピットとブラピの話。ああ、はいはいはい、うん、ブラピ。ブラックピットってのは、まあ、簡潔に言うとどういうピットとの違いは、一言言うなら、安定感を取るならピット、破壊力を求めるならブラックピット。うん、まあそれはやっぱり横必殺技。横必殺技だと、あとニュートラルビー、あの弓矢を、さっきのピットは復帰ルートを制限して、その復帰阻止をするみたいなリズム感がある技っていう障害したんですけど、はいはいはい、ブラピはニュートラルビーを溜めて当てるとそのまま吹っ飛ばして撃墜できる。なるほど。そのあんまり銃がないけど当てればっていう意味。当てれば。なるほどなるほど。と、あとまあさっきも言った横 B っていうその電ショッカーが、そのピットのその上方向に飛ばすダッシュアッパーと書いて横に飛ばすんだけれどもすごい飛ぶ。うん、それがやっぱり違いだと。違い。それ横だとね、やっぱラインが影響するから、崖橋に追い詰めて当てればめっちゃ速い、まあ、すごい速い。逆、そのピットってやっぱり逆転要素が少ないキャラクターではあるから、うん、そこを補ってくれる、補いたいっていう意味ではブラックピットの方が、うん、どっちかに縛るんじゃなくてやっぱりキャラ相性を選んでいくのがいいかなと。ちなみにそのピットをもうすでにやめているわけだまあそうですね。うん、そこは何が弱点として火力が低い、一番大きな火力が低くて、まあ、そういう意味で上位キャラではないかなぐらいの印象で、うん、じゃあ戦えないからキャラかって言われたら全然戦えるキャラで、例えば梅村でその大きい大会でピットが優勝しましたってなっても別に驚かないぐらいの性能。ああ、なるほど、それぐらいの性能はあると。あると、全然戦えないキャラだよ。まあ、でも何度も言っておけば、やっぱりそのスマブラを勉強するにおいてこれほどはないよ。ない。それはもうベスト。ベスト。それはね、もう、てか、俺結構大学業界にいたから分かるんだけど。どれだけピットがおすすめされてきたか初心者だったら、まあ、とにかく真面目なきゃ、とにかく真面目、うん、最初に勉強するんだったらこれおすすめ。で、特にあのピット、その今僕が他のキャラ使ってたと思うんですけど、結構ピットを使ってた経験で他のキャラに行きやすいっていうのがあるので、うん、やっぱ最初にピットを使って他のキャラを触った時も、うん、あ、ここピットと似てるなっていうのが、ね、前作でフォックスに変えたけど、地上の差し合いなんかはもう本当にそのピットさ、ね、ずっとそうそうピットで勉強してきた分が生きてたなっていう。あとターン継続力か、大事な部分はやっぱりピットが教えてくれたっていう、うん、ということで、はい、ピットが教えてもらいたい方におすすめしておいて、はい、本当にこのゲーム上手くなるキャラだと思います。なるほど、はい、ということで、まあ魅力的なキャラですね。そう言うとね、そうそう、非常にいいキャラだと思います。まあ一言付け加えると、最初は絶対苦労するけど、まあズルできないから、ね、苦労はします。どうしてもこういうキャラはね、苦労する仕組みになるけど、はい、はい、というわけで、まあぜひ興味持ってくださった方はピット使ってみてくださいということで、はい、最後まで見てくださった皆様ありがとうございました。ありがとうございます。